れただろう。飯できてるよ。先に風呂にするかい？うん。お腹空いちゃったな。先食べようかな。オッケー。エリちゃん、僕たち同棲してもう2年だよ。そろそろいいんじゃないかな。何のこと？結婚さ。もう十分お互いのこと知り合いだし。どうしたのよ、急に。急にじゃないさ。ずっと考えてた。フレンチトースト。飲み物はもちろんカフェオレ。サンキュー。おいしい。ほんとピーターって料理が上手ね。作りがいがあるよ。エリちゃんすっごくおいしそうに食べてくれるから。ねえ、お化粧濃すぎない？綺麗だよ。エリちゃん、ん？昨日言ったことを考えてくれた？僕たちの結婚のこと。あ、そのこと？今の生活に不満なの？いや、君が勤めに出て、僕が家で絵を描く合間にご飯を作る毎日。それはすごく気に入ってる。じゃあ、別に結婚しなくたっていいじゃない。要するに籍を入れるか入れないかだけでしょ。そうじゃなくて子供。さあもう行かなくちゃ。愛してるわよ、ピーター。仕事も楽しそうだし、子供は無理かな。地方症を苦にしての自殺と思われ、長い看病の疲れを親しい人たちに漏らすことも多かったようで、今後こうした老人問題について早急に政府の。おはようございます。いいかしら、本田さん。またお願いしちゃって。ええ、午前中は火事だからいいっすよ。悪いわね。12時には迎えに来るから。遠慮なく。さあおいで、たーちゃん。本当助かるわ、ご近所に本田さんみたいな方がいらしてくれて。じゃあごゆっくり。チェンジメタルマン、メタルビーム。やられた。おじちゃんの作ったスイートポテト、おいしい？うん。ねえ、たーちゃん、パパとおじちゃんとどっちが好き？もちろんおじちゃんだよ。いつもすいません。
家内が子供を預けたそうで。いや、こっちが遊んでもらってるんですよ。たーちゃん、パパがお迎えだよ。たーちゃん、帰るよ。はい。どうもありがとうございました。たーちゃん、世界で一番誰が好き？もちろんパパ。やっぱり自分の子でなきゃダメか。僕は、僕とエリちゃんの子供が欲しい。僕たちの子供、可愛いだろうな。ママがお勤めの間、パパと坊やでお留守番。坊やがお昼寝の間、仕事してお金貯めて、そしていつか家族でお揃いのアロハ着てハワイに行くんだ。僕とエリちゃんが知り合ったハワイに。よう。さすが。ハワイアンたちのイラストはピーターさんでなきゃね。いや。今日はいないの？近所の子。ああ、午前中はいたんだけど。ピーターさんってほんと子供好きなんだから、早く子供作ればいいのに。同棲までしてるんだから。さっさと結婚して。それが彼女がね、嫌がってんだ、結婚を。子供も好きじゃないみたいだし。ピーターさんに合わないんじゃない？どうしてそんな人と。父親になるために生まれてきたようなあなたが。選ぶ相手間違えたんじゃない？君だったらよかったというのかい？ごめんなさい、差し出がましいこと言っちゃって。それじゃあこれいただいてきます。今朝もたーちゃんが来てね。あ、下の坊やね。おやつの後、歯を磨かせたんだけど、するとね、ブラシ持ってない左手も一緒にブルブル動かしてんの。こうやって力いっぱい。うん。可愛いと思わない？私、たとえ結婚しても子供だけは絶対嫌。産んでみたら気が変わるかもしれないよ。どうして産めるのよ。今の仕事、私の生きがいなのよ。エリちゃんは今まで通り仕事を続けていいよ。僕が家のことは全部面倒見るから。私、子供嫌いなの。
起こしちゃった。さっきはごめんね。僕こそ。エリちゃん、今の会社で初の女性管理職になれるかもしれないって言われてるのにね。そんなこと。ねえエリちゃん、どうして子供嫌いなの？小さい時子供に噛みつかれたとか、子供食べてお腹壊したとか。あなたが描く素敵な絵、それが私たちの子供よ。やっぱり無理なのか、子供。愛してるわ、ピーター。エリちゃん、行ってきます。ああ、ジャパンテレビですが、あなたの生きがいは？そんなもんありゃしないよ。まあ、強いて言えばこれかね。奥さんですか？ああ、ちょくちょくボケるんで面倒見るのは大変だが、これが病院に入るようなことにでもなって離れ離れになるようなら。そうなると。そうさな、旅にでも。旅行ですか？お子さんは？降ってきましたね。
はお嫌いですか？いえ、そんなことないです。ぜひ聞きたいな。でもこうやって見てるとなんかそんな風に見えないな。ただいま。そうですか。まあ昼間は真面目な OL です。おかえり。おかえり、どうしたの？早引け？電話してくれりゃ傘持ってったのに。体の具合でも悪いの？エリ！エリちゃん。潰れたの。え？会社、倒産しちゃったのよ。失業ってわけ。失業？うちの社長が悪徳不動産に不当たり手形つかまされちゃってしばらくうちにいるわ。私やるわ。うちにいるんだもん。ピーターは思いっきり絵を描いて。ああ、エリちゃん、編集の人。はじめまして。彼がお世話になってます。こちらこそ。あ、これちょっと早いけど、クリスマスプレゼント。さ、どうぞ。あの、どこかでお会いしなかったかしら。いえ、初めてですけど。ああ、打ち合わせ外のサテンでしようか。エリちゃん、ちょっと出てくる。確かにどこかで見た顔なんだけどな。そんなはずないって。これ全部エリちゃんが作ったの。いただきます。うん、うまい。うん、こっちもうまい。やっぱ女の人の作る料理は違うな。なんつうかこう、あったかみがある。いつも家事やらせちゃってごめんね。外で働くの大変だもん。気にすんなよ。しばらくは私がうちのことするわ。エリちゃん本当は家庭的なんだ。とっても女らしいしさ、きっといいお母さんになれると思うよ。あ、そんなつもりじゃ。じゃあどんなつもりよ。なんだその態度は。子供の話になると、なんでそうムキになる？ムキになるのはあなたでしょ？うるさい！君は結局、僕のことを愛してないんだな。違う、違うわ、ピーター。私は誰よりもあなたを愛してるわ。だったらどうして子供を産んでくれない。子供は僕らの愛の結晶だろう。やめろ。母子家庭に育った僕はいつも母と二人きりで寂しかった。それでもまだ母が生きているうちは痛い。でも母が亡くなってからは親戚の家をたらい回しにされ、
一人ぼっちになってしまったんだ。それからはご飯を食べるのも親戚の家族から一人だけ離されて食べてきた。家族揃って食べるご飯の味はどんなだろう。うまいんだろうな。子供心にそう思ってた。だから家で同然で田舎を捨てて東京に出てきたのもイラストレーターになりたかったからじゃない。家族を、家庭を作りたかったんだ。でも心から愛することができ、一緒に家族を作っていきたいと思う相手はいなかった。君と出会うまでは。これほど愛してるのに、なぜ？なぜ子供がダメなんだ？ピーターへ、しばらく旅に出ます。一人になって考えてみたいことがあるのです。エリちゃん、前から決めてたの。クリスマスイブに私をあげるんだって。きっとクリスマスが来るたびに今日のことを思い出すだろう。そう、二人の記念日よ。Thank you.
しもし、ピーターさん、どうしたんです一体。もしもし、ピーターさんでしょ。まったく、何度かけても出ないんだから。今日イラストの締め切り、分かってる？とにかく、すぐ行きます。いいわね。いい？必ずいてよね。もしもし、分かった？聞いてるの？ピーターさん。心配したわ。病気でもしてるんじゃないかって。彼女はどうしたの？出てった。出てった？さあ仕事仕事。ピーターさん、あまったれないでよね。あなたが書かなきゃ迷惑する人が大勢いるのよ。いいこと、私何が何でももらって帰りますからね。なんとか入稿には間に合ったけど、編集長、今回だけにしてくれって。こんなこと、イラストレーターはお前一人じゃないんだぞって。ありがとう。いいの、私の方も原稿もらうの仕事なんだし。あ、そうそう、面白いもの見つけたの、後で持ってってあげるわ。面白いもの？いや、君のおかげだよ。本当に危うく失業するところだった。それに掃除までさせちゃって。いいのよ、だって私たちまるっきりの他人ってわけでもないじゃない。僕の子供を産んでくれるかもしれない。あ、そうそう、うちでこんなもの見つけたのよ。私昔雑誌の記者やってたのよね。あ、これこれ。で見た顔だと思ってたのよね。結局ほぼには責任外の事故だったらしいけど。事故のことが引っかかって、それで子供を育てる自信を失っていたんだ。それなのに僕は。もういいじゃない、出てったんでしょ彼女。帰れ。何よ、いつまでもうじうじと。
あなたの描く素敵な絵、それが私たちの子供よ。ごめんなさい、ピーター。今まであなたに隠していたことがあります。私、二十歳の頃保育園で保護をしていました。かっちゃんという男の子は特に私に懐いていました。先生は僕だけ見てて。先生はね、みんなの先生だから、かっちゃんだけ見ていられないのよ。いいもん、先生。そしたら僕死んじゃうもん。かっちゃん。そうすると死ぬふりをして私の関心を引くのでした。そんなことばかり繰り返して。エリ先生、かっちゃん死んだふりしてるよ。また？まねっこよ、脅かそうとしているだけ。そうです、その時もまたいつもの悪ふざけと思って見に行かなかったのです。結局、子供が紐を首に巻きつけて遊んでいるうちに窒息死したということで片付きました。でも違う、かっちゃんは私が殺したのです。ロングディスタンスコールフロムジャパン、ユアホテルステイエリートタニ。エリートタニ泊まってます？ノー、ない。ありがとう。シトラン・ワイキキホテル。 Do you have a traveler name? エリ・トダニ。ハワイに来てからずっと考え続けました。私にはやはりダメです。一生子供を持てそうにありません。ピーター、私と別れてください。あなたの可愛い子供を産んでくれる女性を探してください。来週帰国しますが、もうマンションには戻りません。2年間ありがとう。私はとても幸せでした。ピーター、今日も短い雨のあと虹がかかりました。あなたに似合うアロハを見つけたので小包で送ります。お揃いの子供用のも入れておきます。いつかあなたの子供に着せてあげてね。東京は寒いでしょうね。風邪をひかないように気をつけてください。さようなら。エリちゃんと一緒に暮らせれば。